皆さんこんにちは、ゆうかです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はですね、私自身が今まで、トレーニングなりダイエットなりいろいろ試行錯誤でやってきた中で、これが結局一番の最短の近道だよねって思うことをご紹介していきたいと思います。本当にいっぱい今情報が落ちてるので、結局どれが自分に合っててどれが正解なのかっていうのが本当に分からなくなってると思うんですけども、もう簡単にギュッと今回またギュッとして紹介していくので、参考にしていただけたらなと思います。ではまず一つ目が、有酸素運動ばかり行っているものを筋トレに変えるっていうところでございます。筋トレイコールダンベルをめちゃめちゃ持ってとか、高重量を扱ってとかっていうイメージがすごくこう染み付いてるかなとは思うんですけども、全員が全員そんな高重量持ってとか、そういうダンベル持ってとかっていう筋トレを行ってくださいって言ってるわけではなくてですね、有酸素運動っていうのはまずそもそも歩いたりっていう風に言ったんですけど、このね、有酸素運動って例えばじゃあやりますって言って行ったとしても、おにぎり1個分もカロリー自体は消費できないことが多いんですよ。しかもずっと歩いてると、どっちかっていうと脂肪燃焼効果もあるとは言われてるんですけども、先にもともとある筋肉量っていうのを落としやすくなっちゃうので、結果的に代謝が悪くなって痩せにくくなる体を作ってしまいます。で、有酸素運動をじゃあ例えばずっと行ってて痩せたとしても、じゃあそれをやめてしまったら絶対に太っちゃうんですよね。もうこれは確実に。なので、もう本当に体を変える最短の方法としては、一番はやっぱりトレーニングになってきます。またトレーニング進めてるよとかって思われそうなんですけども、でもそれぐらい自ら体を動かして筋肉に少し負荷を与えるっていう行動は、体を変えるためにはもう必ずと言っていいほど必須になってきます。で、さっきも言った通り、その筋トレイコール高重量扱うとかそういうわけではなくって、自重とかでも大丈夫なので、スクワットをやってあげたりとか、あとはお家にあるバスタオルだったりフェイスタオルを使った背中のトレーニングだったりとか、お家でできることもたくさんあるので、それでしっかりと筋肉っていうのを自ら動かして使ってあげるっていうのがすごく大事になってきます。で、有酸素運動は絶対にやらないでくださいねっていうわけではないんですけど、自分の求めてる体があったとして、でトレーニングと食事とかで停滞してしまって、何をどう頑張ってももう体重とか落ちないんです、見た目が変わらないんですっていう時の最終的な切り札として、有酸素運動は眠らせておいてください。序盤からやるのは結構体を変えるための近道かと言われると逆に遠回りになるんで、そこは注意してみてください。そして2つ目が、甘いものではなくって、しっかりと通常のお食事からカロリーを取ってあげるっていうことになります。私もよくやってたんですよ、ダイエッターの時は。この普通のご飯をちゃんと食べずに、カロリーそもそもを甘いものだったりとか、それこそスターバックスとかも好きなんで、スタバのこうフラペチーノ飲んだりとか、チーズケーキ食べたりとか、それこそお菓子でチョコレートをちまちま食べたりっていうことをしてたんですけど、もちろん痩せません。むしろこう余分なものが入っちゃって、どんどんむくんでいくばかりか、お腹周りとかもすっごいパンパンになっちゃってっていうことがありました。なんで同じカロリーでもそんなに違うのかっていうと、やっぱね、甘いものって、砂糖もそうですし、脂質と呼ばれるその油の部分もめちゃくちゃ多くって、あとはそのタンパク質って呼ばれるところが甘いものの中には本当に入ってないんですよ。なのでもう体の中は非常に悪い状態になっているので、もちろん腸内環境が悪かったりとかもするので、その甘いものから摂取だけしてダイエットは絶対無理なんですね。なのでそこをしっかりと通常の食事に変えてもらうだけでも、今までのそのたくさん甘いものを食べて生活していた方に関しては体は変わってきます。もちろん筋肉をつけたいんですとかっていう話になってくると、甘いもの多少入れてあげてても
大丈夫なんですけど、ダイエットってなってくると余分なものを落とさないといけないですし、体を変えるってなったらそんな甘いものだけでは栄養素的には何も足りないことになるので、甘いものではなくてしっかり通常のお食事からカロリーを取るっていうことが体を変える最短の近道の2つ目になります。そして3つ目、これがもう最後になります。3つ目が睡眠をしっかり取るっていうことになるんですけども、皆さん夜更かししてませんか？もう多分ね、この2020年をきっかけに自分のライフスタイルとかが一気にこう変わってしまったんですっていう方もいるんじゃないかなって思います。まあ、例えばどういうことかっていうと、家にいる時間が長くなってしまったからこそ、お家で映画とかを見る時間が増えた。で、その時間帯がだいたいいつも夜なんですっていう方とか、あとはこうゲームが好きでゲームをやり込んでたら気づいたらもう朝になってましたとか、そういうこともあると思うんですよ。生活習慣がちょっと変わっちゃったりしてってなってくると、寝てない分もちろんお腹も空くわけですよ。そうすると口に何かを運んでしまってるっていう負のループに入っていることが多々あると思います。なのでしっかりと体を変えたいとか痩せたいとか、まあ、筋肉をつけたい方も全員そうなんですけど、最短で結果を出したい場合は睡眠をしっかりとってあげてください。寝てる間に筋肉っていうのを合成してくれたりとか、まあ、休養っていう意味でもかなり睡眠は本当大事になってきます。なので体を変えたい方はですね、まずは睡眠の方もしっかりと見直してみてください。睡眠をで、まあ、しっかりとってくださいって言っても、全員がじゃあ7時間8時間とればいいのかっていうと、別にそうではないことが多いです。もちろんその時間寝て体が調子いいっていうのであればその時間がベストなんですけど、中にはショートスリーパーって言ってこう短い時間でも大丈夫な方もいれば、逆にロングスリーパーって言って本当に長時間寝ないとダメな方っていうのも存在します。なので自分が実際にどれぐらいの睡眠が必要で、どれぐらいの睡眠をとれば体の調子がいいのかっていうのもしっかりご自身で把握しながら睡眠はとってみてください。ということで今日はこの1番2番3番っていうことで、またはいまとめを出しておきます。この3つがまず基礎としてできていれば、初心者の方ほど体は変わりやすいです。ずっと続けてると必ずマンネリっていうのはやってくるので、そのマンネリを打破するために、じゃあこの3つのうちのどれを変えていかないといけないのかっていう次の段階に入ることができますので、まずはダイエットで脂肪を落としたい方ほどこの3つは意識してみてください。言うてる間にね、もう春がやってきますので、これから頑張ろうと思ってる方は気を引き締めて一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで本日はここまでにしておきます。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。